ラウンジ富士の裏話。早速じゃあこちらに入らせていただきます。はい、はい、お願いします。はい、コロナ対策について、はい、ここはパーテーションで仕切られており、換気、ここまだあって換気ができるようになってます、はい、あとオゾンの出る機械を置いてます。万全。はい、そしてで、はい、あず、うーんとね、番組応援の会、年間1万円だっけ。そうね、そうですね、1ヶ月じゃないですよ、はい、1ヶ月何年やってるんですか毎回。どうしても1ヶ月に1万にしてほしいんだ。誰もいないっていう。スポンサーも募集してま す, てます。よろしくお願いします。そしてなんだっけ、ご質問はこちらまで、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、ママは昨日、はい、イベント、うん、終わりまして、お疲れ様です。めっちゃ疲れてます。ずっと立ってたからね。お疲れ様です。すいません、最後まで手伝います。いやいやいや、あのね、ナムちゃんも途中で来てくれたんですけど、はい、朝からね行ったんですけど、うんうん、まずいない。いないの、行ったのに。そう、一番後に来て一番最初に帰るっていう。めっちゃ変な人たちみたいな。すごい探した。いや、慣れてないからさ、なこう手際が分かんないんだよね、うんうん、まあ、第1回目ということで私にとってはね、うん、あのねちょっと甘く見てた。あ、うんうんうん、自分が、はい、あのイベント会場に行って、うん、こう露店の人たちを見ててね、うんうん、すごく簡単そうじゃない、うん、できるじゃんって思ってたのね、うん、とんでもない準備がね、準備が大変なんです。半端なく大変、うんうん、まあ、それで勉強させてもらう、まあ、そういう勉強も兼ねてね、はい、まあ、生まれて初めてやったのかな、うんうん、早く入りましょう。え、早く入りましょう。何、早く来ればよかったんです。そうそうそう、あ、来てたの。あのね、お店にはね8時に来てたんですけど。そうなの。そうなの、そうなの。それで探しましたよ。そう、誰が運ぶのって話してて。段取り悪い。段取り悪いじゃないですか。あのさ、いつも当てにしてるちゃんくんがいないからさ、女ばっかりで、もう台車で一生懸命直すもの。それで会場にね、あのいたお客さんがそれを見て、はいはい、あの目立つじゃん、こんな格好だったんですよ、うんうんうん、遠くからね、たあのこれこれ、あ、そうそうそう、これね、設置はしてくれてるんですよ、テントだけ。そうですね、あと机とね、あの垂れ幕とかそういうのは全部持ってって、うん、薬師も持ってって、一番あのヘビっていうかマムシのね、うんうん、右側にある薬師が持ってくの一番大変だった、あれ、うん、割っちゃいけないし、うん、どうしようかということで、コメント来ちゃった。あ、コメントありがとうございます、はい、ありがとうございます。くまもん、あ、くまもんさん、はい、昨日ありがとうございます、来てくれてね。とかママ格好が昨日のままお家に帰りました。これで飲んでたの違う、あの微妙に違うんですよ、割烹着が。わ、うん、かんないよね。白だからわからない。先週の僕ら3人の MC どうでしたでしょうか。ただ和夫したおっちゃんたちの配信でしたけれども、でも楽しかったですよ。なんか手慣れてるっていうか、やっぱりそういうのを撮影していらした方だから、ね、うん、そういうのよく見てるから分かってるっていうか、よく私たちなんか全然ね、うん、普通に喋ってるのだから、そうどうなのって。しかも今日飲んでないから、そうちょっとカチカチだよね。はい、はい、そうなんです。だからさっき一気しようか。そうですね。飲みますか。飲みますか。ガーッてね。飲みましょう。ね、素人だから2人で同じことしちゃう。そう。チーンって。まあしょうがないよね。そうですね。ありかな。ありです、ありです。そう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 。それでね、まあ、奈美ちゃんもね、来てくれて。はい。はい、楽しかったですね。まあ、本当、あの、バンドもね、うん、まあ、ローガンズさん、今後でちょっと出てくださる予定があるんですけども、はい、うん、まあ、ローガンズさんっていうね、60年から80年代のこう、曲をね、やるんですけど、盛り上がったね。うん、楽しかった。みんなこう、前で、ね、踊ってね、
天気はね良かったんで。そうだよね、うん、で徐々にねアコースティックになったかな。あ、そうなんですか。最後の方はあと一人での女性があの歌ってたりとか。あ、うん、どれぐらいで何組ぐらい出たんですかね。かなり出ましたよ、うんうん、歌はじゃあ途切れず。途切れずね、ほとんど途切れず、うんうんうん、ノリノリのもあればこうシックな感じで、あ、ジャズもあったな。だからママなんか好きでしょジャズ、ね、だから、うん、って思ってそこはやっぱり好きなものは聞くんね、うんうんうん、で気持ちよくお仕事してたんですけど、うん、どうですか。あ、ね、ランチボックスがちょ、あ、写真撮らなかったんだよママ、作ってたからね残念なことに、ランチボックスっていうの出したんですけど、うんうん、中身はね、はい、養生スープと、うんうん、まあ何て言うかね、野菜の花束って、うんうん、野菜スティックをこう、うん、切って花束にして入れてたんですよね、うん、あとはね、パン 2つね、うん、2種類あって、なんかラップサンドみたいな、そう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 、うん、片手でピューって出したら食べれるっていうね、じゃこのとキムチのと出してたんですけど、うん、もう大好評でしたね。で完売しました。そうなんです。おかげさまで。どうなるかと思ったけど。本当。最初さ40個も作っちゃったから、あれと思って、うん。そしたらね、なんかリピートしてくれる人も結構いて、なんかその見た目も綺麗だし、うんうんうん、野菜が何せ美味しかったっ。金松さんの。そうですそうです。うん、それでねリピートして持って帰ってくれたりとか。嬉しいです。そう、嬉しかったです。私は2個買ったんですけど。うん、ありがとうございます。はい、ちょっと、はい、行くところがあって持ってったんですけど、うん、野菜がね大好評。あ、そう。濃いって味が。そうそう、パプリカとブロッコリーと大根、うんうん、あとなんだろう、なんかありましたよね。そう、人参いた？人参、キュウリ、セロリ、うん、なんかね、パプリカが一番印象的。あ、パプリカ美味しいよね。すごい美味しかった、本当に、うん、ディップのソースもね、チーズちょっと入ってて、うん、美味しくって、ブロッコリー鮮やかで綺麗でした。花束がね、うん、ブーケみたいな、それがね、うん、大好評で、超可愛かった。女性とかがね、うん、それをね、なぜか写真撮んなかったんだよねちょっと探してみる、探してみてください、うん、知り合いが撮ってるかもしれないからね。そうかそうか。そうで、薬種の方もね、うん、すごい売れたの。おお、まあ、みんな珍しいし、まずねこうマムしてくるんだよね、うん、って言って、はいはいはい、そこから入って横にねタツノオトシゴが置いてあるから、はい、何これって。そう、さっきのね一番左かな、はい、うん、でね、タツノオトシゴってね知らない方もいるのよね、うん、びっくりしちゃって、うん、ちゃんと見たことがないんじゃないですか。あ、確かにそうかもしれないね、うん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 、でね、そのまあいろいろこの種類何種類 ?1,2,3,4,7,8,9 種類か。9種類、8が薬、うん、薬膳チャイですね。チャイ、うん、とワインもありますね。ワインもありますね、薬膳ワイン。薬膳ワイン美味しいんです、うん、薬膳ワイン。そう、でも涙好きだよね。大好きです、うん、結構あれね2本ぐらい開きました。あ、うん、そうですか、うん、結構ワインがちょっとお安かったんでね、うんうん、あれ薬膳ワインだけ500円だったのね。あとみんなちょっと800円、うんうんうん、でもちゃんと量いつもよりまして、うんうん、お出ししたんですけど。ナムシは売れましたかね、うん、あ、女性がね飲んだの。そう、うん、わあびっくりした。でしかもロックだよ。あらららららら、らすっごいまずいんだけど大丈夫って。これマムシはあれですよね、ももちゃんが一回飲んで、うん、なんか仕事中にんかあったかいですって言ってましたね。この辺でぼやっとね真っ赤になっちゃって可愛かったよね、目うるうるしてね。そう、可愛かったですなんかちょっとね、インランじゃないけど、ね、なんか色っぽくなってましたね。そう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 、なんかねそういう気持ちになるらしいんですけどね。面白かった。女性もね、まあほとんどの人がジンジャーエールで割ったんですけど、その女性はなんとロックでいけそうとか言って、結構生臭いんだよ。うん、だけどね飲んでくれて、うわーって言ってたでしょ、うん、うわーここに来るなんつって言ってた、うん、寝れたかな
かんない。ちょっとかなんかね、2人かグループで来てて、はいはい、2人が仲良しだったのね、うん、恋人同士かなと思ったら、はい、これあのいいんですよって言って、精力剤ですよなんて言ってたら、ね、うんうん、いやそういうあれもないからなとか言っちゃって、女性が、男性がピーって男性は好きなんだろうね、たじたじその女性のことをね、きっとね、まだじゃあお付き合いしてないのかな、お付き合いしてないだね、うん、そういうのをこうママは読み取った。おあれ、ね、男性が飲んじゃえばよかったのにね、そんで勢いでさ、うん、いや女性の人が強かったね、見てたら。そうなんです、はい、くまもんさん、はい、い初めてママのお母さんとお話しさせていただいたけど、はい、本当若いなと、うん、まあお花のね、左にいるお母様です、母です、はい、ぼーっとしててでもこのくまモンが相手、おかげさまで相手してくれたから楽しかったって、うんうんうん、まあ九州なんでね、ランチボックスの写真を送り忘れてたようだって、あ、撮ってるの嬉しい、あー、これでーす、これありがとう、ありがとうございます。あのね、右が養生スープなんですけど、うんうんうん、もういろんなお野菜、あとね捨てるところをこう根とかね、うん、葉っぱとかそういうのお出汁で熱取って、うん、そう、わ嬉しい、すごい綺麗に取れてるしね、色も、うん、色ほんと鮮やかで超綺麗だったんです、ありがとうございます、みんなね見てびっくりしてた、うん、うん、まあそんな感じで、ありがとうございます。直樹さんマムシ飲まなかったですね、そう直樹さんいたんですけど、やだよって言ってた勧めたのに勧めたのに、はい、やだよ、やだよって言われた、あ、はい、スープ美味しくって思わず3杯おかわりしてしまいました。そうなんですよ、はい、その後ね、うん、ホットで出したんですね、あの夜寒くなったから、はい、あの料理長がね、うんうん、あのホット持ってきてあげるよっつって、はい、嬉しい、優しい、あの新たにね作ってくれて、うん、こう保温のできる、あ、こうあの、うん、鍋っていうか、あのいつも置いてあるやつ、そうですね、うん、でね持ってきてくれてね、嬉しい、ただもうねみんなねベロンベロンに酔っ払っちゃってんの、もう、はい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 、スタジオっていうかもう盛り上がっちゃって、はいはいはい、だからね、うん、あんまり売れなかったんですけど、はい、お酒であったかくなっちゃったのかな、そう、みんななんかもうねそれどころじゃなかったんだよね、うん、きっともうね踊りまくってたし、ね、そうですよね、踊りまくっててね、うん、そう、それでやっぱりねビールが一番売れてたかな、うん、最後の方は手軽じゃない、こうですよね、うん、薬膳ビールどうでしたか、薬膳ビールは私ねちょっと途中からね、うん、あれ出したんだけど出してなかったあんなに冷やしたのにまあいいわあれはと思ってナミちゃんがきっと飲むだろうとそうですね、あんまりねそんな飲みます、おすすめしなかった子ねいるから一ダースかなんか飲んじゃうからそんな飲まないそう、でもあれもね、うん、あのポカポカしてくるんで、そうです、うん、他のビールとちょっと違うからね、うんうんうん、でも濃いくて美味しいです、あのちょっとねベルギービールに近い、そうそうそう、誰かも言ってたの、ナミちゃんじゃなくて誰かも言ってた、そう、大好きな味ですね、うん、ちょっと軽い感じですよね、違う、バドワイザーみたいな、いやいやあんなライトじゃないんです、あのちゃんとこうグッと芳醇な方がこうポンとくる感じで、ビール好きのねナミちゃんが、まあまああまりビールがね、はい、好きでもないし、好きでもないしひどいの売ってんのにね好きでもないしだからゲップが出ちゃうんだもんなんかねゴクってやったらうって出るの、あだからよくさゴクゴクゴクってコーラとかもね、はいはい、飲む人いるじゃない、はい、考えられない、一口ずつコーラは、うん、そう出ちゃうけどビールは出るんだけど、ビール出るよ、我慢ちょっとって我慢すると鼻からシュッて、え、鼻から抜くの、はい、嘘で、そうってなると、みんなそうしてんのかな、いや私だけ、え、鼻からさシュッてゲップね、ビールとか しないでしょ、はい、抜けません、わかんない、私でママ出ちゃうけどね、ゲッて、うん、だって出ちゃうもん、しょうがない、あ、ごめんなさい失礼しましたとか、まあ、それでもいいんだけど接客中とか体に悪いよ、あ、ですよね、でも出したら鼻から本当シューって、鼻からで大丈夫、一緒に水、あの鼻水とか出ない、大丈夫、ね、ないと思います、そう麻痺してるからいつも鼻水垂れてるから、そうそう、いつも鼻水出ちゃうんです、アレルギーに対して
まあでも昔みたいな青っぱなじゃないからね。そうそう、それだけ助かってる。鼻垂れこそみたいなさ。困るんだけど。めっちゃでも今乾燥してるじゃないですか、うん、そうだよね。だから養生スープ飲んでほしかったの、ね、みんなに。プルプルに、ね、なるから本当に体にいいからさ、うん、そう。私もなんか乾燥して、うん、鼻の中カピカピになっちゃったこの前、うん、でやっぱこう気になるから取っちゃうじゃないですか、うん、めっちゃ長い鼻毛一本出てきました。それ守ってんだよ。変なものが入らないようにさ。そうなんだ、あ、抜いちゃった。ダメダメダメ。出てるのはちょっとね、あのあれだけども。結構中のって長いんだなと思いました。長いのあるよね。うん。わかるわかるそれ。あの年取るとね白髪もあるよ。あ、そう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 。うん、見つけたもん。私も見つけました。え、嘘。本当にあの鏡見てる時にキラ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 するから鼻水だと思ってまた。うん、撮っても撮ってもキラキラずっとしてるんですよ。ふんってやってても、ずっとキラキラしてるからなんだろうと思って、よくよく見たら、だってありましたありました。あ、そう。それね、やっぱりカットしてる。できました。痛いじゃんだ。ピンセットで。いや、涙出るでしょ。そう、すごい痛かった。え、M かな。なんだろうなんだろうと全部鼻水取れない。人の抜くの好きなの。ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。炭酸を鼻から抜くって初めて知った。そうだよね。抜かない。口に金魚入れて出すポンポンおじさんみたいに違うでしょ。全然違うと思う。ちょっとね、ちょっとんって我慢するとシューって抜ける。ね、こんでね、金魚でね思い出したんだけど、くまモンさんから、ええ、ほらあのお祭り、お祭りじゃなかったな、タコ町行った時にね、うんうん、金魚すくいして、はい、6匹もらったのね、うんうん、今ね2匹しかいない。え、食べちゃったんですか。違う。ママがそう違う。違うの、みんなお亡くなりになっちゃったんですか。そうなんかこうあれ、金魚ちゃんってこう逆さまになって、そうそうなんですよ、浮いちゃうんですよね、浮いちゃってね、うん、いや、なんていうのかな、さっきまで食べてたのにっていう感じよ。弱いのかな、何なんだろうね、わからないけど、わからない私も。あと、まあ、餌あげすぎてもいけないっていうしね、あげすぎた子ってお腹ポンって割れて死んでる子いますよね。怖い、そんなことあるの。はい、でも長く生きたじゃない？ん？あれ何年ぐらい生きるの？結構金魚って長く生きるんですよ。で大きくなるんです。本当に？あ、そうなの？そうなんです。あと2匹頑張んなきゃね。頑張ってください。うん、私一切あの触ってないから。あのゆちゃんくんがほら管理してるからね。管理してくれてるから。うんうんうん、ちゃんくん食べちゃったんじゃない？そうか。ねえ。なんかいのいなと思って。食べちゃった。かわいちょう。まあそんなわけで、あ、そうだ、あの、うん、金松さんのね、そう、お野菜、お野菜を売ってたんですね。そう、それで、それを忘れてます、忘れてました、はい、あのメニューがあるんですけども、ちょっと今日ね持ってきたんですよ。あ、これがね金松さんのね毎月ね出してるあの通信なんですけど、いいことをこういっぱい書いてあるの。金松通信、はい、これね、あの私もちょっとホームページ載せちゃおうかな、私のいい、ね、体にいいこととかいろいろ書いてあるんですよね、うんうん、歴史とかね、うん、なのでちょっとこれは載せようかなって、うん、ママのホームページにも、あ、薬膳のね、だって栄養素とか、そうそうそう、うん、なんかいろいろ知らないことがいっぱいある、でも、うん、やっぱ農家さんしか知らないこととか、はい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 、そういうのが書いてあって、あ、そうなんだみたいなね、うんうんうん、あ、そうすればこういうけ、ね、健康な体になれるんだみたいなね、うん、ちょっと皆さんこれ読んでください、はい、うん、またあの、ぜひあの私のホームページもにもこれ載せとくので、はいはい、それでメニューが、これですね、うん、野菜とキノコの、ね、養生セットって、はい、お鍋用に売ってたんですね、うんうんうん、で最初あのね、いろいろあのお声がありまして、女性の方だと、うん、これもうすごい重たいんですね、うんうんうん、だから持っていけないよっていうね、バラ売りだったらいいのにって、
言うで男性の方も、うん、あのほら家族いない人が結構いっぱいいてて多いんだそうなんです 2,3、うん、人分だからあなるほど1人前だったら買うのにとかだから途中からバラ売りにしました。でまあこれがね、あの一つのセット、結構養生セット重たいんですけど、はい、まず上からいきますね。はい。上なんだろう、大根？大根だね。うん。すいません、ごめんなさい。あの老眼。老眼つだよ。老眼つだよ。ごめんなさい。ちょっと待って、大根。それですね。ママの。あ、これはちょっとスリムだわ。これなみちゃんだ。はい、はい、大根そこここに並べる、うん、そして大根何て読むのこれ信州とうなな、あれこれどれかなちょっと多分ねナッパこれだね、うん、あ違うなこれじゃないこれだこれ絶対、うん、これです。アクや色味が少ない野菜ですって言ってました。ちょっとなんか小松菜チックの感じなのか。小松菜ではないの。でもねすごいいい匂いなの。あそうなんですか、うん、匂いがねなんていうのかな独特な。あ袋に入ってるからそうだね後で、ね、匂ってください、はい、でね玉ねぎ、はい、これがすごいね。この玉ねぎ、うん新鮮な、うんうん、はいはい、あ、かわいいこの玉ねぎ。そうなん、ちょっと珍しいよね、うん、こういう使いやすそうな玉ねぎだ、うん、あそうだよね、うん、使いやすいですこれ玉ねぎ。はい、そしてビタミン C、カリウム、カルシウム、水菜さん。はい、水菜さん。このね、うん、このね、水菜がね、うん、すごいの。美味しそうこれ。この水菜が、うん、あの金松さんを知ってこれいいやつだ。そう金松さんを知ってお鍋をのねこうミーティングがあるの お鍋を食べながらね、うんうん、その時にこれ送ってくるんだけどもこの水菜こう入れたら、うん、普通だったらシューンとなるでしょ、うんうん、シャキシャキなのシャキシャキなのこれびっくりした。すぐ食べたいですね、うん、もういつまでもシャキシャキを、うん、なんかサラダとかでもいい、ね、あサラダでもいい本当に、うんうん、大根とさ水菜のサラダ、はい、いいね、うん、それでもね、うんうん、それもねすごいいいですね。超いいようですねこれ。小松菜だね。あ違うね長ネギか。長ネギこれ立派よほら。本当だ泥がついてて泥ネギさんですね。そうですそうです。太くて甘そう。トロトロママみたい美味しそうありがとうございますネギですよネギが美味しそういいネギだ、うん、まあね、料理やるからね、なみちゃんね。そうなんです。目が肥えてるからきっとすごいいい甘そうなやつ、うん、はい。で次ですね、小松菜。はい小松菜。この小松菜もすごいのよ。あすごい見てすごいのよ。グリーンすごくない。こんなのこんな緑見たことなくないですか。すごいでしょ。うん立派。しかもこの下のさ、うんうん、もう全然違うわ本当スーパーのとね。全然栄養価高そうですね、うん、そうこれね。すごいんですよこれ。めっちゃ綺麗ですよ。綺麗でしょ。すごい綺麗な鮮やかな本当 ね生き生き育ってるっていうかさ、うん、このまま食べたいよね。でもそうだよね、このままでもいけそう。次は何だろう。あちょっと待って、ビタミン大根。ビタミン大根ってね、これえ何これ、初めて見たの私も。そうビタミン大根っていうの。すごいビタミンがすごいらしい。なんかあの青首とかそういうの聞いたことあるけど、うんうんうん、ビタミン大根っていうの。そうビタミンが豊富なんですか。やっぱりそうだと思います。これなんかあのおろして鰹節やしらすで、うん、と醤油で和えるとご飯に甘います。甘いんだ。美味しそうだね。あなんかお蕎麦とかにも入れたい大根。あいいね、ね、うん、そしてね、はい、あサニーレタスがちょっと、はい、あの品切れかな。品切れだったんだ、はい、うん、ちょっとね売れちゃってバラ売りしたら。あ売れちゃいました、はい、そして、はい、次がなんだ。あ
おしまいかな。次ね、キノコなんですよ。いやこれね、ママね、これ何キノコ、ね、これタモギダケって言って、はい、ちょっと見えないな。タモギダケ、うん、読んでみて。老眼ベータグルカンやビタミン E の約7000倍の抗酸化作用を持つ、うん、なんだこれ、これルボチオネインを豊富に含みだって。これね、うん、珍しいって言って、うん、今売ってないんだって。なんかお客さんが教えてくれた。そうなんですか。これ売ってないんだよねってね、うん、なんか3つぐらい買っていった人がいる。アーモンド約130万粒分、1日20粒食べても100年以上かかるほどって。どうな、すごいね、うん、初めて見ました。おいしいよ。これは薬膳ランチにも出るので。使ってるんですね。使ってます。はい。でこれがね、ママ好きなの、うん、ね、本物の木のジャンボヒラタケってのかな。ヒラタケ、ちょっと待って、真っ黒にしか見えないその字が。ヒラタケです。そうでしょ。はい、うん、これ美味しいから。もうなんかね、私ね最初ね肉と間違えたの。ああ、お肉の食感がある。そう、料理に入ってて、うんうんうん、あ、この肉美味しいねさ、これまったけ、あのね、ヒラタケですよ。ヒラタケのキノコだよって言われて、立派なヒラタケですよね。うん、これは本当にね美味しいです。はい、これはまあえのきでね。はい、えのき、うん、あ、ごめんなさい。えのきなんですけど、なめたけに見えた。あ、えのきじゃなかった？なめたけに見えたけど、えのきです。えのき、そうそうそう、立派でしょ。すごいね、初めて見たこのえのき。すごい、これも美味しいです。で、これで。セットで、そうそう、サニー、あ、さっきのレタスも入れて、3000円ですね。はい、タモギダケは庭の木の薬膳ランチ、ね、あー、そう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 、はい、あ、そう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 、そうなの。とそう、今、ね、取れないっていう、取れないやつなの。うん、金松の野菜買い忘れました。でもこれ多いから、くまもん一人だから大丈夫。でもね、使い道いっぱいあるから、そうそう、冷凍とかもできればいいかな。これね、これな、なみちゃんにあげようと思って。ありがとうございます、やったー。でなみちゃんにちょっと3人出たし、嬉しい。今野菜高いから。そうなんだよね、うん、だからありがとうございます。まあ、3000円って、まあ一括りにしたらこう高いんですけど、はいはい、まあ、や、安いかなって、安いです。スーパーで買ったら、うん、ちょっともうちょっと出ると思うんですよね。いいですね、すいません、うん、まあ売ってないのもあるし、ちょっと飲みます。あ、ママも。はい、わかりました、少々お待ちください。そう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 、だからまあ最初からちょっとバラ売りしてあげればよかったなって、ちょっと残念な。バラ売りってだってそのお客様が言わないとやっぱ考えなかった。考えなかったね。いや確かにおばあちゃんとかね、年配の方だったんですけど、うんうんうん、すごいいい野菜ねって言われて、やっぱりね、でも持って帰れない、残念って言われて、その時にまだその考えがね及ばなかったんだよね。お待たせいたしました、ありがとうございます。それでまあだんだんこうお客さん来るに従ってね、こうまあ若いあの男性の人なんかもね、はい、いやこれ多いよってね、だから食べたいけど、うん、ちょっと多いななんつって、うん、でバラにしたら本当に売れて、よかった、うん、最初からそうすればよかった思って。すいません、なんかもう、うん、まあそんな感じなの。ええ、うん、でこういうお野菜を使って、うん、ママのお店はね、薬膳ランチやってますので、の、皆さんぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。あ、12月からちょっと新商品、はい、また料理長と開発したんです ね、 そうですね、はい、なので12月から多分出せると思います。はい、嬉しい、ありがとうございます。また食べに行きます。はい、よろしくお願いしま す、 します。それで、はい、ママのライブ、はい、ライブじゃない、ママのこうね、はい、ところ来てくれて、はい、あ、私帰りますとか言ってピューって言っちゃったんだけど、どこ行っちゃったの。妹とお姉さん、そうなの、なんかこれかななんて思って。違う、そう、違うんだ。そうです、すごいハード、すごい忙しい、急いでたからさ、ね、ピューって言っちゃったからさ。お土産買ってきました。嬉しい、はい、最初に渡しておきます、忘れないうちに。あ、本当、はい、なんだろう、じゃん、
ね、何見てください。いただきます。何何何、え、あのね、一宮に行ってきたんですね。みかん大福、みかん大福、丸ごとみかん大福。はい、こっちは期間限定でシャインマスカットの大福っていうのが。ママシャインマスカット好きでしょ。うん、大好き。みかん大福ってどうなの。とこのね、ごぼうサラダなんとかって。かわいい、かわいい。食べてください。見て丸ごと、本当に丸ごとです。丸ごとみかん大福っていうのがね。どういう感じなんだろう。食べてください。今？今どうぞ。その間なんか喋ってますか？あ、分かった。どうしようか。ちょっと待って、私こっちの方が。ごぼうサラダおかきっていうのも。はい。シャインマスカット。はい、シャインマスカット。多分スーパーでもそのくらいのボリュームならば3000多少超えるかも。そうですよね。そうなんですよ。超えちゃいますよね。あとほら手に入らない、うんうん、あのキノコなんかねあるから。そうですよね。もうお安いお買い物だと思って。はい。ちょっとこっちをいただく。そうですね、ちょっと食べてみてください。嬉しい。一宮にね、初めて降り立ったんですよ、私。千葉県に住みながら。厳しいなみちゃんなのに今日は優しい。いや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 ママ食べましたねそれなんてね。そうそうそう、柿の種なんかこうつまもんようなもんならさ、あ、食べましたね食べましたよねつって終わってから返してくださいとか言うもう食べないように返してくださいとか言うかもしれない。いやー、いい匂い。あ、いただきます。ちょっと言ってください。皆さんに申し訳ないけど。言ってください。どうだろう。うん。入ってる。嬉しい。見えるかな。なんかこうちょっと見づらいかママの歯の形に入ってます。入ってる、丸ごと。シャインマスカットは期間限定で、売ってました。角屋さん、はい、おいしい。よかった、嬉しい。うん、やばいやばい、本当に丸ごと入ってます、そうなんです。え、ってことはみかん丸ごとで入ってる。みかん丸ごとなんです。どういうこと、どういうこと。え、どういうことだろう。丸ごと入ってるんです。これはシャインマスカットが多分3つぐらい入ってるの、うん、皮を剥いた状態のみかんが丸ごと入ってる。そうなんだ、すごいね、こんなのあるんだね。そうなんです、有名です。それえ、そうなの、はい、私も聞いて買っていかないとって思って、うん、はい、うん、で一宮って何あるんだろうみたいな、うん、でもなんかね、オリンピックサーフィン会場とかになったりしてるじゃないですか。そうだよね。それぐらいなのかなと思ったらすごい楽しかったです。まあそう、え、はい、他になんかないの。あります、写真撮ってきました。あ、見せいいですか。だから見せてくれなかったのね。そうですあのね、民泊って、うん、知ってます。知らない。私も民泊ってそのね、民宿だと思うんですけど、なんか民宿ってなんか合宿所みたいな、なんかそういう感じのしかなんかイメージがないじゃないですか、うんうん、でもね、そんなことないんです。次の、あ、すいません、ほら超綺麗でしょ。あれ、ペンションじゃないの。え、ペンションと違うの。違うのかな、どう違うの。ねえ、わかんないです。あ、こんばんは、初めてメッセージします。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。自分は趣味で、ん、動物のぬいぐるみパペット、手にはめて動かす動物のぬいぐるみを使って人形劇をやってます、そこでぜひ番組で動物のパペットをやっていただえ聞いたい。はい、はい、うん、クマさんとかウサギさんとかぜひお願いします、はい、あ、じゃあ、はい、は林さん、はい、しのすけさん、はい、出てください。はい、お願い、待ってます。ここでやってください。ここでやってください。待ってます。絶対来てくださいね。ママたち酔っ払ってて、手も動かないんで、はい、廊下もしてるんで。動物も酔っ払っちゃうからちょっと。ねえ、はい、ママたちね、動物好きだから。そうですね。うん、ぜひぜひ、はい。あ、戻っていいですか。はい。はい。で。はい、次もいいですかね。あ、ちょっとこれロフトの上、全然違う、すいません、これロフトの上かな。そうです、うん、うん、綺麗で本当に、うん、
ペンションじゃないの？ね、なんか民泊っていうと、うん、民宿で畳の上でこう、そういう風に想像するじゃないですか。イメージはね、うん、はい、綺麗だったんです。でお値段は？お値段多分一人ね1万円ぐらいで泊まれます。あ、そうなんだ。 でも綺麗だからね。綺麗だから全然、うんうん、いいと思います。バルボルトスさん、ポルトスさん、ポルトスさんかな、うん、でそのはい10分、はい、10分とか言ってた10分さんとか言ってで、ここのね、うん、お部屋のこう併設されてるのかな、下っていうのがその、あのバーになってて、へあのちゃんちゃかこういう感じ、夜になるとこういう、素敵じゃない、なんかフィリピンみたいですよ ね。ここでももう寒くなければ飲めるのかなって。うん、じゃあ中入ってってください。お姉さんね、はい、お姉さん今日誕生日だったんで、あの、誕生日のお祝いをしようっていうことで、どっかで見たことないですかこのケーキを。ちょっとアップしてもらっていいですかね、この伸ばせんのかしら。パンケーキ？パンケーキです。あのロブさんの、パンケーキ。下は？あ、二段になってるでしょ？そうなんです、あの三枚焼いてくれたの？特注で。そうなんです。すごい。あのバースデーパンケーキを今こう相談すると作ってくれる、うん、いうことだったので、ちょっと早速相談に行って。あ、すごいね、はい、味も、うん、あの好きな味何々ベースで、私たちはこれはあの生チョコティラミスの生チョコベースのベリー系って言って、うん、こういう風にしてもらったんですけど、綺麗、綺麗ね、みんなで食べたんですね、うん、あのお客様もいて結構こう、うん、パンケーキ大きかったんで、うん、みんなで食べたんですけども、みんなこれどこのですか、美味しいです、あ、美味しいって言ってくれ、よかった。ずっと姉さんの顔が映ってる。ちょっとボスでいいです次行ってください。あ、お姉さんのお店の紹介しなくていいの？お姉さんのお店はソガにありますね。そうだね、次今度やっていきます。あ、そうだね、はい、はい、うん、こうカウンターだけのね、とってもこうお酒がいっぱいこうあって、で奥に、うん、あのマスターが映ってます。あ、そうなの、はい、あら、いい男じゃない、ね、見ます、うん、見ます見ます見ます。マスターアップありますか、あるかな、マスターのアップ、あると思います。なんかね、質問したのを撮ってきたと思うんですよね、うん、マスターなんほら、生まれつきですから、ね、生まれつきです、すごい、じゃ全部やってるじゃん。お酒作ってお料理一人でこう、すごい、できない私も、美味しかった、モバラってとこです、モバラだって、一度宮なんで、やっぱね、マサーもサーフィンやるって言ってます。サーファーの方が多い。やっぱりね。はい。知り合いに紹介しようかな。あ、お願いします。ほら、よく行ってるし。泊まれるし、ね、夜はこうやって、はい、飲んで、いろいろ食べれて。はい、帰らなくなっちゃいました。やっぱりいい男だね、みんな言うんです、かっこいいって、ね、うん、この間種子島行ってたんですけど、はい、種子島まで行ったんですけど千葉帰ってきた方が波良かったですね。へー、宇都宮って波がいいんだ、いいらしいですよ。へー、潜ります？ママで、ママ潜るんで、潜る方ですもんね。水も綺麗で、すごい。あらららあ、すごいね、はい、なんか お料理の写真がなんかありますね。これほら、うん、アヒージョとか作ってくれたりとかして、ね、本格的だね。そう、美味しいんです、美味しいんです。それで、はい、次民宿、はい、そうなんです。なんかね、民宿のイメージがない、なんていうの、変わる、うん、だってさ、ペンションと民宿どう違うんだろう。ロースクのメガネかけてケーキ持ってる人は田島陽子さんと思え言ってやるよ姉さんおめでとうございます、ありがとうございます。怒ってるよ。ただ次も料理かなと思って、これあの燻製ですって全部、そうなんだ、そうなんです、すごい美味しかった、美味しそう。
え、これいいね、ワインに合うじゃない。そうなんですよ、やばくない。そうで、シャンパン飲んでたから、うん、あ、最近ハマってんね、シャンパンに。そうです ね、すぐシャンパンって言っちゃいますもん ね。そうなんですよ、まあ、でもお料理にやっぱり合うお酒、そうですね、をね選んでるからね。でもちゃんとね、もっとちゃんと料理をしてるところも撮ってくればよかったんですけど、うん、なんだって着いた時からベロベロだったんで。すいません、そんなことだろうと思ってた。だから電車で行ったんだなって。はい、そうですね。まあ5分前だから次々行ってしまった方が、あ、これ帰りの一宮の駅の真ん前に食堂があって、うん、朝から空いてるんですよ。へえ、カキフライ、いや朝からかき、めっちゃお腹空いて夜なんかもう酔っ払って食べてないから。分かった、ずっとね酔っ払ってたんだね。そうなん、そうなんで、朝からお酒が入ってるかもしれない、はい、もう朝から起きてるからなんかわけわかんなくなっちゃって、朝だか日だかよくわかんないと。そうなんです。美味しそう、美味しかったんですよ。よかった。次もどうぞ、次次とこれで、ほらすごくないですか、私これ全部食べました。朝から、朝からありえないんだけど、すごい足りないぐらいだった。でも、こんなについて1000円なんですよ。安っ。安っ。めっちゃ美味しいんですよ。でもお刺身とか美味しいよね。美味しかったです。いや、これを朝から食べちゃうんだ。はい、もう終わりでしたっけ、もう一枚。あ、すいません、ビール飲みました。やっぱりね、なめろうも食べちゃって。そうだと思った。あー、ね、いい旅だった。ま、麻痺してる。いいよね、ずっと飲んでるもんね。そうそう、真帆ちゃんもかな、真帆ちゃんもずっとの。でもなんかちょっとね調整してたんです、真帆ちゃん。なんかわかんないけど、何を調整するの。調整、あ、調整、うん、あ、痩せるのかな、わかんないけど、うん、絶対あいつマスターのこと好きだと思うんですよ。そういうこと。そう、単純だね、まほちゃんってね。面白い。今度まほちゃんにも出ても、お姉さんにも出てもらってね。そうですね、うん、だすごいんだろうな、ここ。お酒がブワーって並んでねえ、はい、並びました。飲むから、うん、さっきねちょこっとしか映んなかったんですけど、モヒートがオリジナルなのかな、うん、なんかシソのね、葉で、うん、まあ、モヒート好きですよね、うん、で普通ミントじゃないですか、うん、それがね、なんかね、シソをつけたような、なんかそういう感じだった。自家製なんだ、うん、で、すごい爽やかなんですよ、もうシソがバーってこう、いいね、まあ、モヒートも一応薬酒って言えば薬酒っていうかね、うんうんうん、そんなのに入るかなって。つながる、つながるね、いいね、うん、それで、何しにいたの。お誕生日、お誕生日のサプライズ。あの、観光はしなかったの。ちょこっとしました、あのね、なんだっけ、玉崎神社とか行きました、帰りに。あの縁結びの、あ、そうなんだ、うん、有名なの。なんか縁結びでは有名だって言ってました。あ、そうなんだ、うん、縁が結ばれるといいね。いいですね。もうでも今年が、ね、もうだともう少しだからね。すいません、誰がいませんか。急いでる。あと2ヶ月しかないんですけどみたいな。2ヶ月もないから。ちょっとやばいよね。言ったことが後となって感じでした。そうだよ、いないんだった。まあこれから見つかるんじゃないですか。でもあと1ヶ月切って、2ヶ月切ってますよね。まあ、そんなに分からないじゃん、だって一目惚れっていうあれもあるかもしれないし。なんかひょんなことからね、はい、あの恋愛始まること多いじゃない、うん、まあだからこんなのんべでも、うん、のんべの人探せばいいじゃん。二人でベロベロです。しょうがないか。あ、そうだよね、あのね、カウントダウンやることに、ね、あ、ね、そう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 、また、また、はい、はい、第2回目料理大会もやりますよ。やりましょう。あの、まあベスト5に入ってたのかな、くまモンさんも。あ、うん、確かね、うん、でなめちゃんが1位だったの。イエー。だから今年はね、誰がなるか。頑張ります。料理長負けたからね。やったんだね。まあ、ちゃんくんも美味しかったよね。美味しかったんですよ、お肉が。本当に美味しかったんです。まあ、じゃあママ全然入んなかった、ね、ママ作ってたけど料理長に作らせてたんです。なんか指示して。確かそうだった。ずるい、ずるい、外れてって。そういうことか。
まあしょうがないよね。じゃあ今年も頑張ります、はい、で来年ねこういい年にするためにカウントダウンしますので、うん、またあの去年もね3000かな、はい、参加費3000っていう形で、お酒はママが用意しとくんで、なんか好きなの飲んでいいよって、それを飲み放題して、うん、はい、感じです。じゃあまたその日を楽しみってまだあるけどでももう1ヶ月半ぐらいか、早いよね本当にね。彼氏も作んなきゃいけないし料理もしなきゃいけない忙しいね。忙しいですね、頑張りますはい、じゃあまたあの来週も見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします